もネクラです。いやー、毎日投稿するって言いながら2日も空いてしまった。忙しかった。もう申し訳ない、それは申し訳ないんですけど、北千住のロルバーンのワークショップに行ってきたので、その紹介をします。で、私はロルバーン友達と回っていろんなとこにロルバーンを買いに行ったんですけど、こっちがお借りしたお友達のロルバーンで、こっちがネクラが買ってきたロルバーンです。売り場がこんな感じでね、私が行ったのは一番最初の回、11、12、13だっけかな、多分ワークショップは11、12、13だったと思うんですけど、11日に私は行ってきて一番最初に行ったんですよ。もう一番最初のワークショップに朝早く行ったんですけど、すごい混んでましたね、やっぱり。でも11、12、13で不平等がないようにちゃんと在庫っていうか数は平等に揃えてるって言ってたんで、まあでもこの柄が今回のなんて言うんだろう、おすすめ柄でデッドストック品だったみたいなので、これが欲しくて早めに行きました。そしたらめっちゃ混んでました。で、この、パンケーキの柄を作ることを一緒に行きたかったんですけど、私が午前に予約してこっちの子が午後に予約しちゃったから、結局北千住行ってからいろんなとこにロルバーン2人で買いに行って、でもう一回北千住に行くっていうルートで買いに行って、こっちは終わりギリギリに行ったんですけど、そうだね、終わりギリギリだとない紙とかがありました。で、これ何色で作ったんだろう。これはピンクですね。この時に黄色がもうなくなってて、まあなくなってるのは黄色ぐらいだったかな。でも黄色だけは多分なくなってたと思います。で、これは12日のいつ行ったって言ったかな、この子は一緒に結局行けなくて話だけ聞いたんですけど、この子はね、12日の午後の最後の方に行ったって言ってたかな。それは全然混んでなかったって言ってました。全然余裕だったみたいですね。これは青い髪、これすごい可愛いですよね。紫のバンドに青い髪、まあ、これは本人たちにお返しするものなので開けません。ただその子たちも動画は撮ったりしてる子たちなので、もしかしたら別の動画でこの同じロールバーンが出てきたら、ネクラが借りてたやつだって思う感じかもしれない。で、これが私の作ってきたロールバーンです。作るときになんか店員さんに伝えて、チェックシートでこんな感じで書いてもらって、それを店員さんが制作してくれます。開けてみようかな。なんか全員髪の色が違う。まあ私のしか開けれないんですけど、じゃじゃん。すごいなんかね、デコボコした紙なんですよ。なんて言うんだろう、段ボールの外側みたいな。なんか黒だ、かっこいいね。かっこいい。で、白い紙にしました。白にオレンジっぽい線がついてます。あー、おしゃれ。いやー、他にもなんかね、限定のチェックかな、チェック柄とか今回しかなさそうなものとかもあったんですけど、私はこの柄が一番可愛いと思ったのでこの柄にしました。またワークショップとかあったらね、また限定柄がたくさん出ると思うので行きたいですね。今回は一人一冊までなので一冊しか作れないけど、もう転売に出してる人がいて引いちゃった。猫ちゃんで、多分なんですけど、チェックシートがあるんですよ。ロール盤作るときに、さっき見せたそのチェックシートに、何時の回で何番目のお客さんっていうのを書いてあるんですね。で、その紙を店員さんに渡して、もう回収されるものなんですよ、それは。だから、誰が何の組み合わせで作ったかっていうのが店員さんたちは分かってるんですよ。だからもしかしたらそれって次、それ後で使うで次予約するときにその人は入れないんじゃないかなって思うんだけど、どうなんですかね。なんか
転売に出してた人は1人で2冊ぐらい転売に出してたので、あれれって感じなんですよね。まあちゃんとこうやって自分が好きなのを買いたいコレクターさんのもとに届くといいですよね。なんか嫌だからもったいないしね。って感じでした。だって最終日はもう予約いっぱいって言ってたからね。まあこのロルバームはもうね、大事に大事に使おうと思います。あとこう色がある友達のとかと一緒にこう分解して交換したりとかもいいかもしれないですね。なんかページごとに、10ページごとに色変えたりとかしたら何のページかとか分かりやすいから、それもいいかもしれないです。ではでは、今回の動画はここまで。これからもロルバーンの動画は続いていくので、ぜひぜひ見てください。まだね、紹介しきれてないのが50冊ほどお家に溜まってしまっているので、まあ、順番にね、紹介していこうと思います。明日は今大人気のあのロルバーンの紹介です。ではでは、お楽しみに。バイバイ。